プロクイーン決定戦は、日本プロマージャン連盟が主催するマージャンのタイトル戦。各団体の女流プロが出場するタイトル戦であり、2003年に創設された。一発、裏ドラ、高ドラ、高裏ー,ーリ、30不四、小星と60不三小星は満眼に、切り上げが認められる WRC ルールを採用。このルールは、マージャンマスターズでも採用されている。 予選の勝ち上がりシステムは以下の通り。ベスト16は2次予選の勝ち上がり11名、前期決定戦敗者4名、現女流王家の計16名が4択に分かれて対局し、全4回戦のトータル上位2名ずつが勝ち上がり、ベスト8を勝ち上がった各択2名ずつ、計4名が決定戦に出場となる。同決定戦は現、プロクイーンとベスト8を勝ち上がった4名の、 計5名が出場し、3日間で全12回戦を行う。1から10回戦までは抜け場にありで行われ、残り2回戦は最下位の1名を除く4名で争い、その中のトータルトップ者が優勝となる。なお抜け、番順は前半が抽選で選択順を決め、後半は5回戦終了時の成績上位者から選択をすることができる。2個性などでは、 ベスト16以降の対局を連名チャンネルで生配信する。ありがとうございます。